フェルナンド・ルイスは、オランダ、北ホラント州ハールレム出身のサッカー選手。エール・ディビジ・ビレムー所属。ポジションはディフェンダー。2008年15歳の時、今まで所属していたアヤックス・アムステルダムの下部組織から、今後の成長には期待できないと言われ、契約解除された。それと同時に、地元のクラブである HFC ・ハールレムの下部組織に入団した。 一年後の2009年に AG アルクマールの下部組織に加入した。2011年10月20日、UEFA ヨーロッパリーグのグループステージ FK アウストリアウィーン戦で、後半69分、ロイベーレンスの負傷により、ピッチに入り、トップチーム初出場を飾った。なお、この試合で、相手選手のオンゴールを誘発するアシストを決めている。2014年8月8日、 出場機会を求め、当時オランダ2部のゴーアヘッドイーグルスに翌年1月までの期限付き移籍をした。復帰後の1月24日に、再度シーズン終了まで FC ドルトレヒトにレンタルされた。2017年5月9日、AG との契約満了で国内のビレム2へと移籍した。AG アルクマールオーストリアビエンナ、オクト20、2011、ヨーロッパリーグ。 マッチシート。www.transfermarkt.com。2019年5月27日閲覧。A.G. バーハルト・ルイス・アーン・ゴー・アヘッド。ノス・ NL2019 年5月27日閲覧。フォーナンド・ルイス・テカント・ボードリー・製造エネン。ウィロマイ2019年5月27日閲覧。ありがとうございます。